はい、どうもおはようございます。といっても今4時です。夕方4時になってるんですけれども、今日の作業を簡単に紹介していきます。今フォークリフトがちょっと入庫したんですけれども、なんか作動油が漏れてるっぽいんですよね。なんでちょっとその漏れている箇所を、まあ、確認しているんですけれども、正直どこが漏れてるのかちょっとよく分かってない状態ですね。なんで今ちょっとリフトを動かしたりしてるんですけれども、特に漏れてきてないんで、ちょっとね、もうちょっと様子見てみます。あとこの作業もやっていましたね。これはハイエースのパワステのリザーブタンクにつながるホースなんですけれども、2本あります。これがですね、めちゃめちゃ大量にオイル漏れしていたんで、このホース交換しました。で、外したホース見てみるとやっぱりね、硬いですね。そのホースの弾力がなくなってる感じですね。なんでまあ多分オイル漏れしたと思うんですけれども、この2つ交換しておきました。アプローチ結構意外とややこしい場所にあったんで、ちょっとね手こずったんですけれども、まあなんとか交換できました。ご近所さんから買っている卵なんですけれども、なんか年末ぐらいから急に卵を産まなくなったということで、ちょっとですね、供給できないということだったんですけれども、今になってやっとちょっとね復活したらしいです。ただそのなんていうか、その安定することができないので、いつこれまた卵がなくなるかどうかわかんないということでしたね。まあけども今回は一応10個ゲットすることはできました。あとまあ小ネタということで、これツイッターでもちょっとお話ししたんですけれども、ベルトの摩耗測定ゲージというものがあるんですね。これ僕今回初めて知りました。これは部品屋さんからですね、ちょっともらったんですけれども、こういった感じでギザギザがありますよね。で、このギザギザ部分にこうベルトを当てがってですね、でそれで摩耗具合を測定するというものらしいです。こんな感じで測定方法が書いてありますね。このちょっと見にくいんですけれども、この A、B の面と面とこのベルトのこの面がどれぐらい差があるかどうかで判断するということらしいんですね。で、このベルトのこの面まで来てしまうと、もう摩耗してるんで、すぐ交換してくださいよということらしいです。はい。なかなか、まあ確かに理論的にはわかるんですけれども、こういったものを使ったことなかったんで、今まで。ちょっとね、また今度試してみようと思います。ただこれが、リブスターベルト、三つ星のベルトだけに対応しているということなのか、これ別にメーカー問わず、対応しているのかというのがちょっとわかんないんですけれども、多分三つ星なんでしょうね。三つ星が出しているんだから、なので三つ星の、ベルトがついている車にはこういったものを使える可能性はあるかもしれませんね。まあなので、そうですね、この使い道としてはですね、まあお客さんに説明するときはいいかもしれませんね。こうやって測定して減ってるんで交換した方がいいですよとかね、こう説明材料の一つにはなるかもしれません。ベルトって、まあ見た目でひび割れているとかね、そういったものであればいいんですけれども、そうじゃなければなかなかこの交換の提供っていうのは説得力ないですよね。ブレーキパッドとかだと、これぐらい減ってるんで交換した方がいいですよってなんか根拠を示すことができるんですけれども、ベルトにはそういったものが、まああんまりなかったというか使われていなかったんで、今回こういうものがあれば、そういった、まあ一つの提案材料としても使えるかもしれませんね。あとまあこれ車とは関係ないんですけれども、自転車用のチェーンを止めるピン、これをよいしょ買いました。というかですね、チェーン交換していたんですけれども、このピンの入れ方がわからなくて、えいやと叩いたらですね、ピンが折れてしまって、チェーン取り付けることができなかったんですね。なんでちょっと買い直して、でちゃんとね、このチェーンのピンを入れる工具、まあ当然ですよね、あるんですよね。なんでこの工具も購入してみました。これで、クリクリ回して、僕もね、動画でしかね、使い方見てないんですよ。あ、こういったものがあるんだということで、ちょっとね、参考にしてみて、Amazon で購入してみました。シマノの、こういったチェーンカッターかな?もあったんですけれども、5000円ぐらいしたんですよね。なんか結構高いなと思って、ちょっと、サードパーティー的なものないかなということで、Amazon を探していたら、これがありました。これ確かね、2000円ぐらいでしたね。半額以下で買えたんで、まあこれを使ってみようかなと思います。これで、このピンをグリグリ押し込んで、チェーンを取り付けするということなんですね。はい。まあいろいろやってみます。
さあちょうどですね、このベルトの摩耗ゲージについてのお話があったんで、ベルトに関することもちょっとお話し してみようと思います。で、このベルトの交換時期はどれぐらいですかということも聞かれたことあるんですけれども、これはですね、なかなか走行距離で判断するというのが難しい感じはしますね。本当今ついているリブベルトって結構長持ちするので、なかなかなんかひび割れてくるとか、いかにも切れそうだなっていうことは目視で判断しにくくなっています。まあ、なのでそういった意味でこういった摩耗のゲージ使うっていうのは一つ有効な手段だと思いますし、その走行距離で決めるんじゃなくて、やっぱり車屋さんにしっかり相談して点検してもらって、それで判断するというのがいいと思います。まあ多分車検ごとで一番まあそうやって点検して交換していくのがいいかなと思いますね。その車検ごとっていうのは、車検ごとに点検してもらって悪ければ交換するという意味ですね。車検ごとに今のベルト交換する必要はないので、その車検でしっかり点検してもらって、そこで交換するというサイクルでも全然いいと思います。まあ、結局は信頼できる車屋さんに点検してもらうというのが僕のその車を長持ちさせるための秘訣だと思ってますので、そういった車屋さんに頼んでみるといいと思います。で、ベルトも本当にプリウスとかだとベルトないっていうのもありますんで、まあ、そうなってくるとベルトに関することは、まあ、お話なくなってくると思うんですけれども、でも、まあ、そうじゃなくてもベルトついているやつでも本当に結構長持ちするんですよ。10万キロぐらい全く何にも交換しなくてもピンピンのベルトって結構あるので、まあ、結構その交換スパン長くなっているなということは、思います。はい、そういったことも加味してこういったものを使ってみるとか、あと車屋さんに相談してみるとかいうことをしてですね、ベルトの交換時期を適切にやっていけばいいかなと思います。さあ、年明けてですね、もう急に寒くなってきたという感じはするんですけれども、まあ、夕方になってくるとより一層寒くなってきます。なかなかですね、この手先の細かい作業がですねしにくくなってくる時期ではあるんですけれども、まあ怪我とかしないようにして頑張っていきたいと思います。というわけで、今日の Vlog 以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。